怖い話かどうか分かんないけどさ、日中学校の授業中に余分に数分過ごしたことあるよ。その当時中学生で、前日遅くまでゲームやってたのね。で、案の定授業中にすごく眠くなってしまったのよ。で、うとうとしてたんだけど、そこで急に丸々この問題やってもらおうか的なことを言われて、前に出させられたんだよ。で、黒板の前に立つんだけど、わかんないし寝ぼけてるしでぼーっとしてんのね。で、恥ずかしいけど謝ってしまうと思ってさ、すいませんわかんないっすって言いながら横に立ってる教師の方を見たんだけど、いねえんだよ誰も。教室にも誰もいないの。シーンとしちゃってさ、どこからも音が聞こえないの。なんかその瞬間、日常ではありえない感覚がしてさ、恐怖に近いんだけどちょっと違う、持ちきれない違和感っていうのかな、違和感に押しつぶされる感じですごい気分悪くなった。で、とりあえず窓から校庭を見たんだ。体育だったのかなって思ってて、そしたらおっさんが校庭の真ん中で何かしら作業してんのね。何してるのかなって思った瞬間、おっさんがこっちに気づいてすごい不思議そうな顔で見たんだ。次の瞬間、おっさん慌てて上着のポケットに手入れたの。覚えてるのはそこまで。気づいたら俺自分の席に座ってた。で、さっきと全く同じように当てられて、前に出ろって言われるんだけど、また消えるんじゃないかってすごい不安でさ、真剣に、いや僕いいですいいですって言った。めちゃくちゃ笑われたんだけど、こっちは泣きそうだった。で、あまりに真剣だったからか、その後保健室連れてかれたな。今でも不思議だなって思うんだけど、一番違和感があるのが、おっさんが驚いたのも不思議そうにしたのも覚えてるんだけど、おっさんの顔も服装も全く思い出せないってことなんだよな。